北海道石狩群の一石狩群は、北海道石狩振興局管内の群。人口18,357人、面積5 0 0 9キロ平方メートル、人口密度36.6人、平平方メートル、以下の一町一村を含む。1879年に行政区画として発足した当時の群域は、上記一町一村のほか、下記の区域にあたる。 日本初期に、斉明天皇6年3月、安倍平夫が、大河の河口で、江戸と宿信の交戦を知ったとあり、この大河が、石狩川の河口にあたると言われている。江戸時代の石狩軍域は、西江戸地に属し、慶長年間には、正木藩によって石狩川左岸川口付近に、石狩13場所の一つ、徳平場所が開かれ北前船も寄港し、大いに栄えた。 上京五年六月二十六日、水戸藩主、徳川光国が派遣した、海風丸が石狩に到着、お目付け足張新野萩栄門が、石狩川上流まで足を伸ばしている。元六七年には、石狩弁天社が創建されている。陸上交通は、都東国から、手塩国間四家群へ至る、道の途上にあたり、安政年間にはすでに、石狩川を渡る、石狩都州が、 場所を清い人によって運営されていた。江戸時代後期になると、文化4年国防上の理由から、石狩軍域は、天領とされた。文政4年には、一旦、正木藩領に服したものの、安政2年再び天領となり、幕府によって、石狩役所が置かれ、幕名を受けた庄内藩が警護を行った。安政五年には、農領寺及び、石狩八幡神社。安政六年には、 金隆寺及び保生寺、文久三年には草原寺が混流されている。母親戦争終結直後の1869年、大法律領の国軍里政を踏襲して、石狩軍が置かれた。北海道1.2級町村政志工事の石狩軍の町村。ありがとうございます。